振り分けを。Who dares to enter the mayhem?じゃあちょっとふもさん無印でエントリーされていたんですけども、ちょっと青色に入れたいと思います。申し訳ない。星子さんは無印だった。二人で頑張っちゃう。きついか。ラム L ってやばいじゃん。どうしよう。アダムさん、星子さんに第二希望はどっちどこかって聞いといて。無印勢はですね、ふもさんは青色に引っ越し、ほひこさんはプラス R にお引っ越しとなりました。意外なことにスラッシュが0人。お、ロイさん出ます。あ、6時から。なるほど、まあ、途中で抜けても大丈夫ですよ。後半から参加も OK ですし、前半のみ参加も OK なんで、よかったらワイワイしてきますか。ACPR、 ACPR はどしかしセックス、セックス2。じゃあロイさん行きましょう。今日はFMB さんいますんで。はい。残念とは。セックスすごいな、やっぱこれギルティギアやってたら知らない人いないでしょみたいな感じの名前が。はい、じゃあこちらでお願いいたします。前半戦は、はい、 OK です。組み合わせは
もちろんランポちゃんで決めちゃいます。スラッシュ世代がね、あんま大会最近出てないんだよね。スラッシュ世代っていうと、大体その画像くんとか中合心とかのイメージ、あとはトルソくんとかコンソメ先生とかそこら辺かのイメージなんですけど、AC が AC と PR つけちゃおうか。じゃあ AC と PR 合体します。AC でまとめます。 K さんが一人で無双するなら K さんだけ一人でもいいよ PR。 じゃあこれ混ぜといてください。ウィザードサインとレベレーターですが、こちらも混ぜます。イグザードサイン、もういっちゃっていいかな。エントリーもとりあえず締め切ってチームの組み合わせに入ってるんですけども、今回、一番多かったタイトルは、イグザードサインですね。イグザードサインで、1、2、3、4、5、6人、レベレーターで4人なんで、イグザードは本当に新規のプレイヤー増えましたね。じゃあこれも混ぜちゃってください。で、どっからその PR かとか、どっからレベレーターかって分かるように書いてください。すいません。アダム AC、 いや、まだ映してないかな。あ、先輩、これ先に映したのに忘れてました。まあ、イグザード勢は、イグザードサインプラスレベレーター勢は、まあ、数の暴力で頑張ってください。大丈夫、わかるよ。はい、攻略通り。どうしようかな、これ。これ最初の組み合わせ楽しみだな。Here comes a daredevil.Who dares to enter the Mayhem? May Chipp 2. May versus Chipp. Get ready to run. Heaven or Hell. Duel. Duel. One. One. Let's run. じゃあですね、わかんないです。4チーム
なんか合併しなくったら4チームになっちゃった。よっこいしょ。前半戦が、トーナメントを行い、勝ち抜きチームが、決勝へ行きます。で、負けトーナメントを作り、勝ったチームが、はい、で、ごめんなさい、ちょっとだけあの大会形式に、まとめるんで少しだけお待ちください。それができ次第、ツイッターに書いてから始めていきたいと思います。ガキが戦場に、元老院の野望。Here comes the daredevil. Who dares to enter the mayhem? Tai Chi, Royal Court. Kai versus Chipp. Get ready to roll. Heaven or hell, duel, duel. One. One. Let's rock. Go, 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 go.チームがゼクスチーム、ゼクスプラス初代チームと AC チーム、 AC プラス PR なんで、まあ AC シリーズですかね。で、青リロチーム、青リロイスカー、赤チーム、まあ、リロ、シャープリロードチーム、プラスイスカ。で、最後に、イグザードですかね。まあ、大きく分けて、まあ本当に、一番盛り上がったかなっていう時期のゲームが4つに分けられました。本来8つだったんですけども、ちょっと人数、無印とかだと1人しかいないとか、AC だと3人しかいないとかで、ちょっとどうしても無理そうだったので、全体だと、あ、結構いると思いますよ。まあ、なんで、最初に、組み合わせは今から考えますが、トーナメント行いまして、この場合はチームはチーム、3のチームで、決勝完結、2のチーム、知らない、勝ったチーム、
そうか。上に立つやつがそんなに見切れでどうすんだ。元老院の野望は Here comes a daredevil. Who dares to enter the main? Time to sword. Time versus Chipp. Get ready to roll.Heaven or hell, duel one. Let's rock.今日はですね、最初にトーナメント、まあ、ここランダムでやります。ゼックスチーム、初代プラスゼックス合同チームと、チーム、アクセントコアチーム、PR 含む、アクセントコアシリーズと、チーム、シャープリロードプラスイスカ、チームプラスイグザードチームの4チームでトーナメントを、行います。トーナメントなので、まあ、前半戦は2試合行います。前半戦に勝利したチームが、決勝進出というか、なんていうのかな、まあ、ちょっとしたお祭り要素もあるんで、最初に1位抜けチームを決めた後に、敗者復活トーナメントじゃないですけど、こちらも順位決めですね。最初のトーナメントで負けトーナメントで3位ベスト3、最初に勝てば、1位決定戦、1位抜け、1位抜けじゃないんだよな、まあ、順位決定戦なので1位なんて言えるんだろうな、1位抜けでいいか、抜けじゃないんだよな、順位決定戦か、1位決め、とりあえずその言い方を変えよう。最初の4チームトーナメントで勝ち上がったチームが、シリーズ対抗戦優勝にします。2試合勝てば優勝で、その下、1回戦で負けたチームは3位決定戦を行います。これで1位2位3位4位が決まるんですけども、こちら、前半戦2試合、人数が多いため、この2試合を行いましたら、1時間のインターバルを挟みます。でその後にですね、1位抜けのチームと、3位抜けのチーム、そして2位抜けのチームと4位抜けのチームでチームをくっつけて、最終的に、合同チーム戦を行います。こちらはシリーズ合同、2チームが一緒になって対戦をする形になりますので、よろしくお願いいたします。なので前半戦で順位決定戦を行いまして、後半で1位のチーム対1位のチームプラス3位のチーム、2位のチームプラス4位のチームで、最終的に大チーム戦を行おうと思います。ちょっとね、かなり説明が下手だったんですけども、前半戦、ちょっと1時開始としていたんですけども、まだ到着しない人がいるので2時には開始いたします。はいはい、名前を書いてあげて、で、前半戦がこれ、はいはい、ペンあります。そんな感じですかね。ゼクス、AC、アオリロ、イグザードの、4チームで、トーナメント戦を行います。はい。
で負けてしまったら3位抜けかな。1位、3位、1位、4位、2位、3位の方がいい、バランス的にいいかなと思ったんですけども、無印今人少ないから第2希望を聞いてます。ああ、どう、そしてはい、アオリロはまあ無印にしとこうかな。分かりやすかった、分かりやすい、前半戦ゼクスシリーズ、アクセント化シリーズ、シャープリロードシリーズ、イグザードシリーズの、4チームでトーナメント戦を行います。2回勝てば1位、1回勝てば最低でも、2位以上、おかしいな、その言い方はやめよう、その4チームで試合を行い、まず前半戦で順位決定戦を行います、優勝を、ね、決めます。後半戦、1時間インターバル置いてからの、試合は1位抜け優勝チームと、3位チーム、うん、あ、けどそれだとバランス悪いな、1位、3位、2位、4位にしようかな。あ、じゃあ1位、4位、2位、3位にしようか、そっちの方がいいかな、そうしましょうか、1位のチームと4位のチームね、1-4と2-3でバランス取りましょう、ここはのこのチームで、大紅白戦かやろうと思います。はい、これでいきましょう。というわけで今からちょっとツイッターパラパラパラっと書いていきますんで、それもメモ書きを用意しといて、メモ書きじゃねえや、あー、そうだな、2枚ずつコピーしとけやろ、どうしたみんな13時50分到着度があってダメだな。まあちょっとその間にルール書いていきます。3, 2, 1, go!
化け物だって息が上がれやもろくなる。約束通り。元老院の野望はソルたちの活躍によりついえた。しかし世間が安息を得る傍らで、チップは一人事の顛末に疑問を抱いていた。ええ。Here comes a daredevil. Who dares to enter the mayhem? May ship two. May versus Chip. Get ready to roll. Heaven or hell? Duel. Duel. One. One. Let's rock. はい、ちょっと分かりづらいですけど、ツイッターの方で、詳細をちょこちょこ書き始めていますので、分かんなかったら見てください。まだ詳細全然書いてないですけど、はい、今ルールを書き直しました、ので見てください。イベントページの方も書き直しておきますんで、困ったらイベントページ見てください。またなんていうんだろう、今チームの代表者に渡す用の、メンバー表というかエントリー用紙を今コピーしている最中ですので、そのコピーが終わりましたら A 番内と C 番内かな、設定を変えて行いたいと思います。よろしくお願いいたします。結構シンプルな感じになりましたので、
イベントページの方にもルール、本日のルール更新しといたんで見てください。貼りまーす。で、今アヌムがコピーいってるんで、そのコピーが終わったら呼び出しに入っていきたいと思います。2時までには開始したいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。遅れてくる人も名前だけ呼びますが、まあ、いない人はこちらでもだいぶ把握してるんで、よろしくお願いいたします。つまり、本日はですね、当初予定していたよりも人数がギュッと絞られて、最初から4チームになりました。初代プラス、ギルティギアス X チームプラス、AC シリーズチーム AC シリーズ、そして、各種、リロードシャープリロードチームプラスイスカ、ギルティギアイグザードシリーズ、この大きく分けての4チームで順位決定